久保さんあのウォーレン・バフェットでこんな名言を発見しましたよ、久保さんあのポーカーをやり始めて20分経ってもまだ誰がカモかわからない人は自分がカモなのだっていうね、まさかのウォーレン・バフェットはカモを使ってましたね、投資の神様、えウォーレン・バフェットの名言ですね、はい、やっぱすごいですね。<laughs> そうまあ誰がカモなのかっていうのが分からない状態っていうのは自分がカモであるってことですね <laughs> これは的を得てるなっていうすごい格言名言だなと思いますけどねまあこれはねやっぱねビジネスを仕掛ける側になってみないと分かんないんですよねまあ基本的にそのスーパー行ってもコンビニ行っても結局そのコピーライティングだったりとか価格だったりとかそのオファーだったりとかまあそういうところに、えー、一喜一憂して 買う買わないっていうのをこうあの僕たちは選択を狭まられるんですけどもなんだそれに気づかないですよねなんでそれを手にしてしまったのかっていう何でその商品をレジに運んでしまったのかっていうのがあのわ無意識レベル無意識というかなんかその結局それにやられてるっていうねもちろんあの何すかねえっ、ー、と必要不可欠な商品 トゥードゥの商品に関してはははそういういいとところは除外されるる部分はあると思いますただ、別に生きる上で必要のないものっていうのはいっぱいあるわけですよね。だから生きる上で必要のないもの、例えば車とかも、車がなかったら生きていけないかっていうと、そうでもないですよね。ただ、これが何ですかね、もう本当に過疎化の村とかだったら分かんないですけど、車がないとちょっと仕事行けないとかね。 車がないとちょっと生活ができないっていうところはちょっと別として、例えば東京で車って必要かっていうと、別に必要じゃないですよね。うん、あの、山手線3分おきに走ってますから <laughs>。うん、だから生きる上で本当に必要なものっつったら、まあ、あね、裸で歩くわけにはいかないので、えー、まあ、と。ね、裸で歩いてたら、法に触れますよね、多分ね。なので、拭くと、あとは食うもんすかね。 で、まあ、衣食住みたいに言われますけども、別にその、ホームレスでも生きてはいけるわけじゃないですか。だから本当に必要最低限生きていくためには、あの、まあ、着る服と飯かなっていうとこだと思うんですよ。で、それ以外って別になくても生きていけるわけじゃないですか。で、なくても生きていけるのにもかかわらず欲しくなるっていうのは、かもられてるってことですよね。<laughs> そう これはね、オーレン・ワーフェットさんすごいいい名言じゃないかなと思いますね。はい行ってらっしゃい。